最近なぜか大和風の髪型にしているわ、ママ。ちょんまげでしょ。ポニーテールじゃなくて、これ。ね。ちょんまげって朝鮮まげって何回も言ってるでしょ。で、横にふっさっとつけるの。あれは春なまげね。春まげっていう時もあるよ。さてビヨーン、これなんかに使いたいんですけど、これ肩パッドね、これも肩パッド、何使おうかなと思って、これ肩パッド ね、もったいないでしょ、これ使わへんかったらね。で、この辺がまあいいとして、なんかもうムササビ忍者みたいな、どう見やろな、ムササビ忍者じゃないよね、くのいちじゃなくて、あ、忍者とスズメの関係についてまたなんか調べなあかんなと思ってんねんなと思いながら、結構今日は頑張った方、実はですよ、いつか言うと思う。